高齢ドライバーの運転免許証の返納を促そうと、今日恵庭に臨時の窓口が開設されました。千歳警察署が恵庭市民会館に1日限定で設置した臨時の返納窓口では、60代から80代までの8人が運転免許証を自主返納しました。臨時窓口は遠方に住む高齢者などを対象に、警察署へ行く負担を軽減するために設けられるものです。去年かな、はい、2回ぐらい塀にこすったりしたんですよね。それでいや、これでは危ないなと思って。道警によりますと、去年の高齢ドライバーによる交通事故は2520件と、その前の年から増えました。一方、運転免許証を自主返納した高齢ドライバーは2019年以降減少傾向にあります。車の安全性の向上、そしてバスの減便などが決まる中、生活への支障を避けたいなどの理由で車を持ち続けようとする人がいるためとみられます。ただ道警は、運転に不安を感じるようになった際は家族に相談するなどして免許証の返納を考えてほしいと呼びかけています。